ということで、時間になりましたんでね、今回のウェビナー始めさせていただきますけれども、今回司会を務めます、講師の笠松と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、今回ですね、横にいらっしゃる、村瀬先生をお呼びしまして、2人でですね、山かけ三日漬け講座について、ご案内をしていきたいと思います。はい。ではまずですね、講師の自己紹介ということで、我々の方でね、まず簡単に、自己紹介の方をしていきたいと思うんですけれども、まず僕ですね、これ今日司会をさせていただきます、講師の笠松と申します。で普段は、渋谷校を担当しています。であとは収録講師を、やらせていただいているんですけれども、この僕とですね、あともう一人、ベテランの村田講師を今回お呼びしておりますんで、村瀬先生の画面映りますかね。はい、お願いします。で、村瀬先生に関しては、かなりのね、ベテラン講師ということで、実は僕も、昔、講師になりたての頃は、村瀬先生の授業を聞いて勉強していたというぐらいに、ベテランの先生に今日はお越しいただいております。村瀬先生、一言お願いします。本日担当します、村田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のですね、ウェビナーの趣旨をちょっと村瀬先生の方からご説明いただきたいと思うんですけども、じゃあ簡単によろしいでしょうかね。はい、そうですね。本日の、ウェビナーの趣旨ですが、まずね、山かけ、三日漬け講座というのを皆さん方にね、知っていただきたいと。で、特にね、試験直前になって、今年の山はどこなんだと、どこら辺が出そうなのということで、教えてくださいという声もだいぶ多くなってきました。そして、それをお伝えできる場としてね、山かけ三日漬け、講座があるということは、非常にね、嬉しく思ってはいるんですが、やはりね、やっぱり、ライブで、講義を聞いていただきたいということで、教室にお越しいただくことをね、お勧めはしているんですが、ただ、距離的にちょっとね、教室には通えない、それとかスケジュールがちょっと合わないというようなね、方に関しては、それでもやっぱりね、もう山かけ三日漬け、受けていただきたいなということで、オンラインはどうですかと。ということで、ね、お勧めするのが本日のウェビナーの趣旨ということになります。そして、実際ね、そのオンラインライブというのは、実際どんな感じで行われるのかということを、本日ね、体験していただければと思っております。それではね、その内容に関しましては、詳しく引き続き、笠松コーチの方から、説明させていただきます。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっとじゃあパワポをご覧いただきながらですね、お話をしていきたいと思います。画面の方いいですかね。はい、ありがとうございます。で、今回のまず山かけ三日漬け講座というものがどういうものかというところからお話をしていきますね。で、文字通り、これタイトルにもありますが、山をかけていくというね、そんな講座になります。今年の試験でズバリこの辺が出るんじゃないかというのを一問一答形式で予想していくのが、この山かけ三日漬け講座ですね。で、もちろん解説の方もしていくという流れになります。で、今回に関しては一問一答ですんでね、ご自身の知識の定着度合いというのを確認しやすいんですよ。で、さらに全科目をもちろんお話ししていきます。民法、宅建業法、で、法令その他という形で3回に分けてお話をしていくというのが、この山かけ三日漬け講座のいわゆる特徴なんですね。なので、復習と弱点の克服というのができるぞということになりますし、あとはもちろん今年の改正点もね、織り込んでいますので、あ、この辺が出やすいんだなというところもすべてね、ここで把握いただけるというのが大きなメリットかなと思います。で、こちら毎年教室でもやっている講座なんですが、おかげさまで大人気の講座になっていまして、教室に関しては毎年もう定員が出るというね、そういった講座になっています。で、今回はオンラインでね、その講座をお届けしようというのが、今回のオンラインの山かけ三日漬け講座の内容という形ですね。はい、ではですね、ちょっと画面の方を切り替えていただいて、はい、じゃあそのオンラインのライブ通信講座っていうのがどういう特徴なのかっていうのを簡単にね、お話ししておきたいと思います。で、文字通りこちらはライブ講座ですんでね、リアルタイムで受験ができるっていう講座になります。なかなかちょっと教室までね、来ることが大変ですよという方、ちょっと教室まで距離がありますっていう方であったりとか、なかなか忙しくてね、教室に手に合わないという方いらっしゃると思いますので、そういった方だとこういったオンライン講座がね、おすすめかなということで、今回ご紹介をしていきたいと思います。で、特に赤でね、強調していますように、通信だけど一人じゃありませんっていうのが今回のオンラインライブ講座の大きな特徴です。で、具体的にはですね、特にこのポイント3つ挙げておいたんですけども、担当講師、今回僕と村瀬先生でやっていただきますが、教室と同じスケジュールでまず講義を受けていただくということができます。で、どこで視聴していただいても、今回のに、ボタンをね、押していただくようなことができますので、教室のような臨場感を持って授業を受けていただくことができます。で、質問ボタンなんかもありますんでね、まさにリアルタイムで講師とコミュニケーションが取れるぞっていうのが大きなオンラインライブ講義のメリットという形になりますので、そこが一方通行のウェブ通信とは大きく違うところということになるんですね。で、今回は僕の授業と村瀬先生の授業、両方とも聞いていただくことができます。
なので、より多角的な理解ができるっていうメリットもありますね。教室講義だと、その先生にしかもちろん授業を受けて行うってことができないんですけども、今回のオンラインライブ講義に関しては、僕の授業でも、村瀬先生の授業でも、どちらでもお受けいただくことができますし、両方とも受けていただくってこともできますんでね、あ、なるほど、こういう説明の仕方がさっきあったけども、違う先生だとこういった説明もあるんだっていうことで、より深くね、同じ単元でも理解ができるっていうメリットもあるかと思いますんで、ぜひね、振るってご参加いただければなと思いますね。はい、ではですね、よりちょっと詳しくそれぞれの講座の比較をちょっとしていきたいと思いますので、画面の方を切り替えていただいてよろしいですかね。はい、こちらのパワーポイントを用意していますので、通常の教室講座と何が違うのか、あるいはウェブの講座と何が違うのかというところもね、簡単に見ていきたいと思います。はい、画面出ますかね。はい、ありがとうございます。はい、で今回タイトルにもありますが、今回のオンラインライブ通信と他のメディアとの違いということですね、まあ、ざっくりとご紹介していきたいと思いますが、まずは一番左側、今回皆さんにお勧めしているオンラインライブの通信講座は2クラスの視聴が可能ということですね。先ほど申し上げたように僕と村瀬先生の講義2つのクラスを同時に視聴することが可能という形になります。で、ウェブ講義フォローもついてきます。はい、でこのウェブ講義に関しては僕の方で担当しているんですけども、このオンラインライブだけではなくウェブ講義の方もねついてきますので、特にこの単元もう一度見ておきたいなとか、この単元はちょっと苦手なんでもう一回やっておきたいなっていう場合については、このウェブ講義の方もね合わせてご利用いただけるぞっていうのが大きなメリットですね。はい、でこの真ん中の教室講座に関しては、こちら各教室で実施をするっていう形になります。なので各校舎の担当講師の方が授業をやっていくぞっていうのが教室講座という形になりますね。はい、これがまず大きな違いという形になります。はい、では続いて、講義の方ですね。こちら、いいですかね、画面の方を切り替えていただいて。はい、ありがとうございます。はい、でこの講義についての違いなんですけども、まずオンラインライブ通信に関しては、先ほどお話ししましたように、これ、自宅なんですけども、教室と同じ熱気を感じて講義を受けていただくことができます。先ほど申し上げたように、リアクションボタンというのがあるんですね。はい、なので反応を皆さんの方からリアルタイムで返してもらうことができますので、まさに教室に参加をしている、授業に参加をしているという感覚で授業を受けてもらうことができるというのが大きなメリットです。ですからモチベーションの維持がしやすいんですね。どうしても一方通行の講義になっちゃうと、なんか眠くなっちゃったとかね、いうこともあると思うんですけども、今回のオンラインについては、皆さんの方で反応を返していただくことができますし、その反応を我々講師の方で見ることができますんでね、あ、この辺に疑問を感じてるんだなってことも、すぐに我々の方で分かったりしますから、かなりね、臨場感のある講義がお楽しみいただけるんじゃないかなと思いますんで、その辺もぜひね、ご期待いただければなと思います。はい。で、真ん中の教室講義に関しては、これもオーソドックスな通常の学校の授業みたいな形になりますね。いつもの講義の延長線上で受講いただくことができますので、普段から教室に来てるぞっていう方は、こちらの方がね、違和感なく受けていただくことができるのかなっていう感じはしますね。で、ウェブ通信に関しては、こちら僕が担当する講義になるんですけども、ちょっとこれ一方通行になっちゃうっていうね、そういった嫌いはあります。まあ、ただ、倍速再生なんかもできますのでね、ちょっとこの辺は苦手なところなんで、もう一回聞いておきたいなっていう時は、一時停止なんかも使えますから、そういった意味でね、より突っ込んで詳しく話を聞きたいという場合については、ウェブ通信もいいのかという感じですね。それぞれの特徴があるぞということです。はい、では続いて、教材の違いですね。はい、これも簡単に触れておきたいと思います。はい、でまず、このオンラインライブの講座に関してなんですけども、こちらは画面上に教材を映します。はい、で我々の方でアンダーラインをしたりとか、書き込みをしていきます。なので、どこを勉強しているのかっていうのが一目でわかるんですね。ですからまさに、あ、その場で講師の方で手書きでいろいろ書いていきますので、なかなかこれもね、臨場感があっていいんじゃないかなと思います。まあ、視覚的な情報を中心にね、インプットが進みますんで、効率が非常にいいですよということですね。で、あとでちょっとミニ講義の方を我々の方でやっていきます。こういった内容で授業していきますよっていうのは簡単にご紹介していきますんで、あ、なるほどなということで、ぜひ実際に講義の方感じていただいて、ぜひ優先的にこのオンラインライブ通信講義の方をご検討いただけるとありがたいなというふうには思いますね。はい。で、教室に関しては、これ、教材の該当箇所を目で追っていくっていうスタイルですね。まあ、講師が話をする内容については、皆さんの方でポイントを書き込んでいくっていう形になりますけども、そこがまたオンラインライブとはちょっと違うところかなとは思いますね。で、ウェブ講義の方に関しては、これ、郵送しますんで、教材を。で、そちらを皆さんの方で受け取っていただいて、やっぱり講義中は、僕が内容を話していきますので、そちら皆さんの方で追っていただくっていう形になりますね。
はい、でこちらもまあ再生ができるというメリットがありますので、その辺がまたオンラインや教室とはちょっと違ったメリットがあるぞというのが、この教材に関する特徴という形になります。はい、では続いて、疑問があった場合の解決の方法ですね。でこちらについてもちょっと違いをお話ししていきたいと思うんですが、まずオンラインライブ通信講座に関しては、こちら講義中に質問ボタンというのがあります。でこの質問ボタンを押していただくことで、文章を皆さんの方から投稿いただくことができるんですね。ですからまさにリアルタイムで講義に参加しているという気分になるんじゃないかなと思います。でもちろんこちらの方で質問はお返しします。はい、その時間のうちになるべく質問をお返ししたいと思っていますので、まさにね、教室講義にそのまま参加している感覚でオンラインを受けていただくという形になるということですね。で、あと質問メールに関しても、こちら2回まで使用いただくことができます。で、この質問メールというのはもともと内部生向けの実はツールなんですね。普段からタックに変えていただいている内部生の方のツールとして、この質問メールっていうのを用意しているんですけども、今回特別にタック普段来てませんという方でも、このオンラインライブ更新、通信講座にお申し込みいただく方に関しては、2回までは質問メールについても使用可能というふうにしてありますので、よかったらぜひね、なかなかその場でせわしなく質問を送れませんという方に関しては、後からじっくりと内容を吟味いただいて、質問メールを送っていただくということもできますので、その辺はぜひね、ご安心いただければなと思います。まあ、こういったタイムラグがね、発生しづらいっていうのが、オンラインライブでは大きなメリットかなと思いますんでね。まあ、どうしても、ウェブ通信とかになってしまいますと、こちら質問メールもちろん送っていただくことはできるんですが、その場で疑問があってもすぐにはね、返信が返ってこないですから、まあ、そういったタイムラグが若干は発生してしまうんですけども、それがなるべくないようにしていきたいっていうのが、オンラインライブの大きなまあメリットかなというふうに思いますね。で、教室講座は、これ一番まあ、レスポンスは早いですよね。その場でも授業が終わったら講師が質問に答えてくれますので、その辺は一番いいかなと思うんですけれども、一応オンラインはね、なかなか教室に来れない方向けの授業ということでもありますので、よかったらぜひね、お好きな方を検討いただければなというふうに思います。はい、では続いて、欠席した場合のフォローについてのお話ですね。はい、でこちらまずオンラインライブの方なんですけども、こちらはアーカイブ配信をしております。なので、欠席してしまった場合についても、同じ内容をアーカイブ配信でご覧いただくことができますので、まあ、それは安心ですよということですね。で、受講生さんとのやり取りもそのまま再現していますので、やっぱり泣きをね、そのまま感じていただくことができるのかなっていうメリットがあるかなと思いますね。で、ウェブ講義フォローもついてますので、オンラインだけではなくて、僕の授業の方、ウェブ講義の方も合わせて聞いていただくことができるっていうメリットも大きいかなと思いますね。はい、あとは教室講義に関しても、こちらウェブ講義フォローで、視聴いただくという形になります。はい、なので、一応欠席した場合についてのフォローも、ちゃんと授業はついてきますんでね、そこはご安心いただけるということになりますね。はい、以上が大きなそれぞれオンラインと教室講座、ウェブ通信講座との違いという形になります。はい、で最後に、申し込みの締め切り等々ですね、こちらもお話をしておきたいと思うんですが、まずこのオンラインライブの方については、定員が80名。という形になっています。はい。で、定員が間近という形になっていますので、もしこのオンラインライブね、ちょっと興味があるぞという方は、ぜひお早めにお申し込みいただければなと思います。で、締め切りが9月の18日の水曜日ですね。こちらが締め切り日という形になっていますので、ぜひね、ふるってご参加いただければなと思いますね。はい。あとは、それぞれ各種、教室講座とウェブ通信講座の、受講料と、締め切りまでがありますので、よかったらね、参考にしていただければなと思いますね。はい。ということで、一応ここまでが一通りの、オンラインライブ通信講座の説明ということになるんですが、この後はですね、実際にじゃあこういった授業をしていくんだっていうのを、こちらの方でお見せしていきたいと思います。で、まず民法に関しては村田先生。で、宅建業法について僕の方でね、簡単に模擬授業をしていきたいと思いますんで、あ、こういった授業をしていくんだなということで、一つの参考にね、来ていただけたらと思います。はい。ではまず村田先生の方から、民法の授業をね、簡単にちょっと模擬授業という形で実施いただきたいと思いますので、村田先生よろしくお願いいたします。それではね、今年の、民法どこら辺が出そうかということをね、軽くお話をしていこうかなと思います。でまずね、今年、ここら辺が山ですよという前に確定しているところをね、お話をしていきますと、民法等の後ろの部分、民法と、非常に近い関連法に関しては建物区分所有法、それと借地借家法、それと不動産登記法に関しては、これは山ではないので、もうこれ確定という形になります。それと、あと民法の中でいうと、相続、
というのは、もうこれ、10年以上、連続して出されているということになりますので、まあ、それは確定ということで、まあ、それはもちろんしっかりやっていただきたいんですが、それ以外の部分で、今年ね、どこら辺が山なのかということをね、ちょっと、絞ってお話をしていこうかなと思いますが、いくつか山はあるんですが、そのうち一つを挙げると、売買契約に登場してきます、売買の契約、内容不適合、まあ、軽い言葉に置き換えると、売り主の担保責任というのは、近年2回出ていないので、ですから今年はそろそろ出される可能性があるかなと 思いますので、その知識をちょっと一緒に確認していこうかなと思います。それでは画面を、切り替えておきます。で、民法等、まあ、体験行為と、書いてありまして、下に、今申し上げました、売買の契約内容不適合、売り主の担保責任というのが、ね、見えてきます。そして、まずね、しっかりと、まあ、自分の頭の中にこの知識が入っているかどうか確認していただければと思います。で、向かって左から説明していきますと、この、売り主の担保責任に関しましては、1、2、3ということで、3種類存在します。で、上から見ていきますと、1が種類、品質だと。そして2番が数量だと。そして3つ目が権利が、まあ、これね、契約内容と合っていないよというところでね、まあ、この3種類がありますよということになります。そして、この3つのいずれに該当したとしても、真ん中、飼い主の救済ということで、4つ、行うことができます。括弧1、飼い主の追加請求権。括弧2、飼い主の代金減額請求権。括弧3、飼い主の損害賠償請求権。括弧4、飼い主の、解除権となります。そして、特に主権が出してくるとすると、これは括弧1と括弧の2、これが、ね、出される可能性が非常に高いかなと思います。なんでかというと、これは、売買契約をしたにもかかわらず、目的と違う、ちょっとね、まあ、想定したものと違うものを引き渡された飼い主が、売り主に対し文句を言う制度ということになるんですが、これは話が違うぞ、約束がちゃんと守られていないぞということは、まあ、違う言葉で言うと、債務不履行ということになるんですが、債務不履行でできることというのは、カッコ3とカッコ4、このカッコ3、カッコ4が債務不履行で行えることができる。に加えて、売買の場合に関しては、移動する価値がでかいと、他の賃貸借契約などと比較して、被害が大きくなってしまうということで、カッコ1とカッコ2をさらに、言わせてあげようという形で追加しているので、その部分を試験が聞いてくる可能性は非常に高いかなと思います。そして、特にね、このカッコ1、カッコ2の特徴としては、カッコ3と比較すると、飼い主が売り主に文句を言いやすくしています。このカッコ3の損害賠償請求というのは、売り主に非がある場合、この損害賠償請求というのは、相手に対する謝罪金、詫び金となりますので、お前が悪いんだから金払えというのが、このカッコ3の、その、ね、背後に控えているんですが、それじゃあちょっとね、飼い主が売り主に言いづらいだろう。カッコ1、カッコ2はその要件を消してやるということになっていて、カッコ1、カッコ2に関しては、これは売り主の、攻めに帰すべき自由がなくても、このカッコ1、カッコ2は、選択できるということで、今年の試験にね、このカッコ1、カッコ2なんかは、売り主の責任がある場合に限られますよね、なんてことを聞いてくる可能性がありますので、カッコ1、カッコ2は売り主の、責任がない場合でも選択できるということを覚えているか、今ここで確認していただければと思います。で、ちょっとね、抜けていた方に関しては、後で必ずテキストを見ておいてください。そして、さらに向かって右行きますと、じゃあ、その、飼い主が売り主に、その文句をいつまで言えるんですかというと、向かって右に1年の、期間制限というのがあります。で、これが上があり、で、下がなしということになりますが、これね、上があり、1年という制限がありますよと。ちょっと特殊なルールがありますよと。で、下なしということになるんですが、上は1年という期間制限ありますよね。でも下なしじゃないですか。じゃあこれなしって何年間、飼い主は売り主に、その責任追及することができるんですかということで登場してくるものが、これが時効となります。時効。で、見ていただきたいのが画面の、四角の2、債権の消滅時効期間。で、原則は、とすると、5年、または10年。ということで、この5年というのは、
債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年、その間に権利行使をしないと時効によって消えちゃうよということになるんですが、この5年または10年、これが、債権、この債権というのは他人に対してリクエストする権利、物申すという権利がこれ債権というんですが、この、ね、物申すという権利は5年または10年が原則で消えていく中で、もしそれと異なる時間が、必要だということであれば、じゃあその場その場で決めてくださいということで、はいと手を挙げた者、君は誰ですかというと、不法行為です。何年がいいんですかというと、3年または20年、5年または20年がいいです。じゃあ、そうしてくださいと。他にはと言って手が挙がった者、君は何ですかというと、遺留分です。何年がいいんですかと。1年または10年がいいです。じゃあ、他にはと言って手を挙げたのが、売主の担保責任の丸1の部分、丸2、丸3は手を挙げていないということになりますので、原則が使われるので、この丸2の数量と丸3の権利に関しては、5年または10年が、適用されて、丸1だけが1年が適用される。覚えてましたかということで、まあ、これが、合格するために必要な、知識ということになるんですが、この話だけではダメなんですよ。どういうことかというと、試験に合格するためには覚えなきゃいけないものが2つありまして、正しい知識と、それと正しい知識を覚えるということと、もう1つは本試験がどのような形で引っ掛けてくるか、その引っ掛け方も覚えなければいけないということになります。で、この1年というのはいつから1年でしたっけ？これは契約から1年でしたっけ？それとも引き渡しから1年でしたっけ？どっちでしたっけ？この1年って契約から1年、引き渡しから1年、ちょっとね、これどっちですか？聞くのはちょっと挙手ボタン使うの怖いので、これ、心の中でどっちですかって答えていただきますと、答えはどっちでもないわけですよ。これは不適合を知った時から1年ということで、この1年だけを覚えていても本試験ではやられてしまうということで、山掛け三日月講座では、今年の論点がどのような形で引っ掛けてくるか、そこまでもお伝えしたいと思っています。で、実際ね、問題を使って確認したらこんな感じになりますというのを、引き続き笠松講師の方から、お話聞きたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。ということで、せっかく振っていただきましたので、続いて僕の方からお話をしていきたいと思うんですが、僕はですね、宅建業法についてお話をしていきたいと思います。で、今回実際にその山掛けの授業で使う教材を使って、今回はね、お話をしていきますので、ちょっと画面の方をご覧いただいていいでしょうか。はい、ありがとうございます。で、今回は宅建業法ということで、はい、実際に山掛けの教材で出てくるこの用語の意味っていう単元について今回はお話をしていきますね。はい、こんな形で一問一答形式で山掛けは展開をしていきます。で、それぞれ大事な問題について講師の方からお話をしていくという流れですね。はい、で、今回はこの問いの1番についてね、2問ご紹介をしていきたいと思うんですが、まず問いの1番、問題からご覧いただいていいですか。宅建業法の規定により次の記述の正誤を判断してくださいということで、丸か×かを入れてくださいねということですね。一問一答形式になっています。はい、でまずは1番の方から見ていきたいと思うんですけども、各問題にはですね、必ずここに注目をすると問題が解きやすいですよっていう、いわゆるキーワードっていうのがあります。ここに注目をしてもらうと問題が解きやすいですよっていうキーワードがありますので、そこから拾っていくっていうのが僕の授業のスタイルなんですね。で、今回もそのキーワードをまずは拾っていきます。はい、で、今回のこの選択肢の1番なんですけども、まず一番最初にここですね、これこの田園住居地域内っていうのがまず最初のキーワードになりますね。はい、で、皆さんはこの田園住居地域内っていう一言を見た瞬間に、あ、これ用途地域内だっていう判断ができたかどうか、まずはこの確認からお願いしたいんですよ。今回のこの田園住居地域っていうのは、これ都市計画法で勉強したいわゆる用途地域の話なんですね。で、用途地域内の土地ってこれ全部宅地に当たるっていうのが原則でしたよね。用途地域内の土地は、これ人が集まる土地なので、原則すべて宅地になります。ですから、その後に農地って書いてますけど、これ宅地になっちゃうんですね。はい、ということで、まずはこの田園住居地域内っていうところに注目をしていただくっていうのが大きなポイントです。
これ用途地域内の土地なので宅地になっちゃうんだなっていう判断ができればバッチリですね。はい、で続いて2つ目のキーワードがこちらです。はい、一括してその販売の代理を依頼と書いてますよね。いわゆる代理をお願いしましたっていうそんなケースになります。で今回は代理をお願いしていますから、これいわゆる取引に該当しますよね。あくまでも自ら当社として売買をするとか交換をするとか、あるいは代理人を通じて売買交換貸借をするとか、媒介人を通じて売買交換貸借をするっていうのは、これいわゆる取引に該当します。はい、なので今回は一括して代理をお願いしているぞということで、これ取引に該当していくんだということですね。はい、でさらに3つ目のキーワードがこちらですね。不特定かつ多数のものに反復継続して売却とあります。はい、でこれが3つ目のキーワードですね。はい、でこれはいわゆる業に当たります。宅地建物取引業のうち、これ業に該当するっていうのがこの3つ目のキーワードですね。で今回は不特定かつ多数のものに反復継続して売却とありますので、まさにこれは何回も何回もいろんなお客さんに対して売っていくんだという形になりますから、いわゆる業に該当するということになるんですね。ですから宅地建物取引業にこれ該当するということになりますから、免許が必要ということになります。なので免許を受ける必要はないって書いてありますので、これ答えは×だということですね。はい、でこんな形でまずキーワードをきちんと拾っていくっていうのが大きなポイントになっていきますので、まあ、そういったキーワードを拾うところから授業ではお話をしていきます。で一応今回図にするとこんな形になるぞっていうのをね、ちょっとおっとご紹介しますね。はい、一応今回の1番ということでお話をしていきますと、はい、まあ、こんな形でこの B さんが、まあ、宅建業者ということになるわけですね。はい、でこの A さんがこの土地に関して代理をお願いして、この B さんには代理をお願いして、でこの B さんが不特定多数の人に反復継続して売却をするぞという話になるわけですけども、この時に代理をお願いした A さんなんですが、この A さんに関して免許が必要ということになります。どうしてかというと、これ代理をお願いしていますけれども、契約の効果っていうのはすべて契約をお願いした A さん本人にすべて効果が発生するということになります。ですから結局は A さんが自ら当事者として不特定多数の人にこれ宅地を売却しているということになりますから、この A さんはまさに宅建業をやっているということになりますね。なので免許が必要ということになるわけです。はい、まあ、こんな形でまずはキーワードをきちんと拾った上で図もね書いていけるといいのかなと思いますので、講義の中ではこういった図もね書いていこうかなと思っていますので、ぜひね期待していただければなと思います。はい、でまずこれが1問目ということですね。で続いて2問目をちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、でこちらの2問目なんですけども、これもやはりいわゆる取引に関して宅建業に関して聞いている問題ということになります。はい、で今回もキーワードが2つあって、まず最初のキーワードはこちらですね。 A 所有の業務用ビルを賃借する B とありますけども、まずこれが最初のキーワードです。はい、で続いて2つ目のキーワードがこちら、変態ですね。はい、でこれ A と B は免許を受ける必要はありませんよって書いてますが、これその通り丸になります。どうしてかというと、これは取引に該当しないからですね。今回はまず A さんがこれビルを B さんに貸しています。まさに自ら当事者としてこれは貸借をするという行為になりますよね。で自ら貸借っていうのは取引に該当しませんから、取引に該当しなければ免許は必要ありませんね。ですからまず A さんは免許は不要ということになります。で同じように B さんはどうかというと、この B さんは A から借りたこのビルを不特定多数の人にこれまた貸しをしているというふうに書いてあります。転貸っていうのはまた貸しのことです。ということはこれも結局 B さんが借りているビルを自ら当社として貸していると、また貸しをしているということになりますから、やっぱりこの B さんも取引をやってないということになります。自ら当社として貸借をしているぞということに変わりはないですね。
なので、A さんも B さんも、これ取引をやってないぞということになりますから、全くもって免許は必要ないということになるわけです。はい、なので、この2番は丸ということになるわけですね。はい。まあ、こんな形で、それぞれキーワードをまずきちんと拾っていただくというところが大きなね、ポイントになってきますので、こういったキーワードを見つけることができると、正解にもね、早くたどり着けますし、時間の短縮にもなります。で、正答率も上がっていくと思いますのでね、まあ、こんな形で、特に大事な単元について、順番に一問一答形式でお話をしていくっていうのが、後期の流れと思っていただけたらと思いますね。はい。まあ、これが今回の山掛け3日付け後期の内容という形になります。よかったら参考にしていただければなと思いますね。はい。ということで、模擬講義に関しては以上としたいと思います。で、最後にですね、日程と受講料について、もう一度確認をしておきたいと思いますので、画面の方を出していただいてよろしいですか？はい、ありがとうございます。で、今回の山掛け3日付け講座のオンラインライブクラスということで、先ほどから申し上げてますように、2人の講師で担当していきます。で、まず僕、笠松クラスと、あとは今日来ていただいている村瀬先生クラスの2クラスで担当していくという形ですね。で、僕のクラスについては、1日で完結します。はい、10月の9日の水曜日の1日ですね。ちょっと大変になりますけども、朝の10時から夜の9時まで、1日でやりますので、よかったらぜひね、ふるってご参加ください。で、なかなか1日きついぞっていう方は、村瀬先生のクラス、こちらは3日間に分けてお話をしていきます。で、初日が10月の6日の日曜日の9時からという形になりますね。あとは12日と13日、それぞれ土日をかけて授業していくという流れになりますので、ぜひお好きな方で、もしくは両方ともね、よかったら聞いていただければなと思いますね。はい。で、ウェブ講義のフォローに関しては、これ僕が担当していくんですけども、こちらは10月の10日より順次ね、お受けいただくことが可能になりますので、よかったらこちらも合わせてご利用ください。で、教材の発送なんですけども、これ山掛け3日付け講座のテキストをね、皆さんの元にお送りします。で、こちらが9月の25日の水曜日に順次発送していきますので、よかったらぜひね、そちらの方をご覧いただきながら授業の方を聞いてください。で、申し込みの定員に関しては、これ80名という形になっています。で、残りあとわずかとなっておりますので、よかったらぜひね、興味ある方は振るってご参加いただけたらと思います。で、申し込みの締め切りが9月の18日の水曜日という形になっていますので、お早めにね、お申し込みいただければなと思いますね。で、受講料に関しては1万3000円という形になっておりますので、こちらも合わせてね、確認いただけたらと思います。はい。では、一応最後にですね、終わりの挨拶ということで、一応各講師からですね、一言ちょっと言葉を、発させていただいて終わりにしたいと思いますけれども、じゃあ村瀬先生、ちょっと一言最後にお願いできますでしょうか。そうですね。はい、オンラインライブに参加された方に関して言うと、まあ、一応目標としては全員合格ということを主眼にね、講義の方を行っていきますので、ぜひ一緒にね、勉強して、今年、合格していただければと思っております。ご参加お申し込みます。はい、そうですね。今回の山掛け3日付け講座っていうのは、本当に各講師が予想してですね、今年出る可能性高い論点について扱っていますんで、まあ、かなりね、当たる論点多いと思いますんで、ぜひ最後の見直しとして、振るってご参加いただければと思ってますんでね、参加をお待ちしておりますんで、ぜひ頑張っていきましょう。ありがとうございました。